人で念願の山登りに行ってきます。先週堀江で服を買い漁ってたんですけど、やっぱちょっと都会ってすごく疲れるもんででございましてね、疲れたな。もういつも私らって朝集合の夜中ぐらい解散なんですよ、うんうんうん、その日は昼集合の夕方解散やったな。やっぱり12時に集まって、なんか5時ぐらいにはさ、もうなんかのさ、椅子座ってた、座ってた、もう疲れすぎて人間観察してたらさ、そう、人間観察1時間ぐらいしてで、帰っていくっていう。なので絶対来週、今日のことね、来週は自然遊びをしたいねって言ってたので、しかもめちゃくちゃ晴れてるのよね。ちょうどいいですわ。暑いな。暑いぐらい。岩脇山じゃん、向かってます。で、しーちゃんが予習で登ってきてくれてて、予習ってなんやねんって感じなんですけどさっき登って駐車場ここがいいよとか教えてくれたのでそれを目標に行ってきたいと思います。行ってきます。うわ、めっちゃ自然の匂い。夏のキャンプ。行ってないです。行ってなかった。間違った。行ってないです。うわ、でもめっちゃ夏のキャンプ。マジで行ってないけど。髪の毛の。え、カイダ持ってる？え、昨日降ったね。マリも、あ、今日の朝乗ったからかも。やっぱり最高やな、ココナッツの、そう、今日12月というのに、やばいね。何度？20度ぐらい、20度ぐらいっていう最高の登山日和です。ブイ、はい、ただいま車を止めて登って行っております。これもう始まりなのかな。じゃあこれもう始まってんの？でもなんか急斜面やもんな、電波通ってないから、そう、電波通ってないから何も分からへんねんけど第6駐車場まであるんかな、の第1駐車場に止めれました。で、第1駐車場も少ないかも、止めれる台数が、右が広かったな。やばい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 、全然まだ山じゃない、コンクリートで息切れしてる大丈夫？あ、今の時は、あ、えらい、そういうのしよう。何時から登ったか。11時40分から登って私たちは何時間かかるのかな。体力が本当になくてですね、私たち体バキバキで整体行っててそや、骨盤歪み倒してて、私腰もバケモン抱えてて、ほんまやな、いける？うん、あ、いけんで、ありがとう、優しいな。あ、いいのおるで、食べてみない、後ろに行ける、後ろに行ってきて、狭いで帰ってどうする、いいの短くして、いや、こっちは、あ、こっちか、ここまっすぐですか、かわいい、ありがとうございます、かわいい、ああ、やった、行こう。1番、その街面白かったの。え、帰りこっちで帰ったらいいと思う。ああ、色彩館から階段通ったら落ち葉の国って森の中みたいな。じゃあ帰りそれで行こう、かわいい、おしゃれ、ありがとうございます。優しかった、逃げないで、マリの後ろでずっと逃げないで、ワンちゃん。こうやって覗き込まないで。だってさ、犬浮いて火が。ずっとコンパスみたいにこう足を軸にしてね回ってたから可愛かったけど、あれおしゃれ、何犬っていうの。こっち階段往し60分。で、そうそうそう、こっちが左やったら一般道、行きましょう。超自然。あ、ビバンや。やっとなんか登山口。え、待って、キノコとか生えてる。食べてみ食べてみ。大丈夫？マリンが倒れた時、カエデ運べんの？149センチで165センチを運べる？マリン運べるから食べてや。
今日は私はシャツと超極暖とトレーナーとフリース着てきたんですけど、もうフリースは脱ぎました。楓はヒートテックと、トレーナーと、バタ。そのトレーナー結構分厚くない？分厚い。やんな。やんな。負けてないよ。マリンぐらいも、マリン以上にモコモコちゃうかそれ。うわーすごっ、めっちゃ綺麗。今12時前ぐらい。めっちゃ綺麗。ほんまやな。人いっぱいみたいな。うわーすごい。わわわわわわ。うわー光やば。ワンピース最近ハマってるから。ここやで登ってきた。スタートしてマジ一瞬やけど感動しすぎてやばい。一回一回止まっちゃう。足場はこんな感じ。よいしょ。なんかいつの間にかコンクリートじゃなくなったな。なあ、私ら登山用の靴とか持ってないから、私はバンズで二人でコンバース。みんな上から降りてくる人杖みたいなの持ってるな。ちょっと舐めた格好すぎたかも。とりあえず暑い。とにかく暑い。ここ滑るわ。え、知らん。自分が例えば受けて動かれへんとか、言った時に、さっき挨拶した人やと思って、助けてあげようって思う。あすごいやん。え、ほんまに言ってんのそれ。それやっていこう。えそっかよ、ほんまっぽいやけど。あでも確かにそれもあるんちゃう。でも一回さ、こうしんどくなってきたらさ、ちょっと慣れへん。慣れる。いいかな。さすが富士山登頂した人。さっきこの登山とか久しぶりやわって言って、もう全然登ってないわって話をして、で楓も久しぶりって言ったら、楓がいや富士山登ったレベル、こんな気がしてレベル違いの発言してました。富士山登頂最近した人と岩脇山です。この後の予定を考えてて、と好きなインスタの人のねフリマがあるので。何時までやってるんだ。5時とか書いてた気がする。いける？間に合う？早いかなか。隠れてます、隠れてます。隠れてみたよ。一回次先行きや。いや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 、隠れる気満々やん。隠れへんから。マリー確認しとこ。ずるいね。ずるいって言ってる。ま、この辺まで一人で来てたからな。これこの橋を渡ろうとして。うんうん、出てみた？パッて見たら、え、待って、おらんって思って、これを戻ったから。生き損、生き損だね。マジで、今、体力生き損して。帰するかもな。あ、ずるずる。ここ、走るとこ間違え、ちょ、選ぶ道間違えてるやろ。ここで走り出すのは。今登ってきた中で一番行っちゃうよ。一番めんどくさいです。なんで走ろうもね。怖い。息が怖い。後ろから。ちょっと笑われ。一個目の休憩所、めっちゃ綺麗でございます。これを。うせん、あ、ほんまや。ちょっと霧がかってるけど綺麗よ。で、カ
楓ちゃんは、楓ちゃんは多分隠れてるつもりなんですけど、黄色いあやさんのバッグで見えてます。うわー、クマ出てくるっぽい雰囲気醸し出してる。出てきたらごめんやけど、楓前にダッシュで逃げるわ。楓をポンって前に出して、そんなんあかんで。なんで？歯を、クマの歯折れるやん。いいよ。まさかのクマ側のポジションでした。うせえで。柑橘系のやつ？あ、鼻詰まってる。なんかおしゃれな雑貨屋さんのウッド系にちょっと柑橘を入れたような。うん、あ、確かに。嘘やろ。ごめんごめん、ちょっと息がさ続かんくって話締めちゃった。確かにで話終えちゃった。めっちゃ伐採されてる。これ絶対ゾロが切っていってるわ。はい、切っていってます。え、カエデ。はい、私たちは何に喜んでるでしょうか。椅子です。休憩場所が少なすぎる。この休憩場所めっちゃいいんじゃん。結構疲れてる中、ちょっと見たくない道があって今からそれを行くんですけど、これね、その楓さっき行ってます。うち結構見たくない。結構やだ。あ、やだとか言ったか。楽しみ。ほんまや。今めっちゃ急に下っていったら、あのすすぎが出てきてる。ちょっと心折れかけてた。楓がなんか通り越して別の山行ってんちゃんとか急に言い出すから、ちやめてそれ言わんとってって言ってたけど。私らも多分2時間ぐらいかかりました。うん。休憩し倒したし、一個一個感動してたら、感動して立ち止まってたら2時間ぐらいかかってる。待って、やばい。やばい。トイレもあって、ほら、すすきだよ。ちょっと控えめにヤッホー言うたら言ってみ、せーの、ヤッホー。今は控えめヤッホーやったやろ。ヤッホー。こんなすがすが声響かしちゃった。え、もっとか、富士さん、もっと帰ってきた。うん、うわぁ、おでこしに来た。もう変えとく？言います。やっほー。写真撮ってた動画にすればよかった。やっほー。言っちまった。気持ちいい。言っとく言っとく。もう言うんやったら一回で言う。もうええわ、もうええわ。もうええの？心の頃ないの？え、マジで思いっきり言ってみ。めっちゃ気持ちいい。やっほー。控えめ。めっちゃ緊張して控えめのやっほーでした。かなり下ってきました。もうほんまにあとちょっとってところで、すいません、突然のこの画角失礼いたします。あちょっとね、膝が大笑いしてて、で、ち
私このね帽子のつばがあると視界が悪くって、こうかぶってみると時を風にかぶってみるとだいぶ視界が良くなってね、それを楓ちゃんにも勧めたところ、何でも面白いな、うんうん、もうね何回こけそうになってるか、膝がねもう立ち止まった瞬間もうキラ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 って笑ってるから、膝もうちょっとだよ、知らんけど今どこにいるのかも分かりません。もうコンクリートが見えてきています。あ、頑張った、あ、頑張った、帰ってきたこの選べる道に、はい、頑張った、コンクリア、これがいっちゃやばいぞ、うわしんどいわ、え、あ、電池来てます、めっちゃ楽ちゃう、うん、もう、もうあの下りがしんどい、この降り方が楽、こう後ろ歩きで歩くと楽です。はい、無事駐車場に着くことができました。今回の Vlog は、登山 Vlog になりました、はい、最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録とコメントといいねお待ちしてます。バイバーイ。